日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッキャスト。今日はタバコについて。タバコ吸ってますか？やめましたか？禁煙中ですか？はい、皆さんこんにちは。日本語コンテペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。今日はちょっと、まあ、話さなければいけないトピック、タバコについてですね。僕はタバコを吸っていました。実は結構、たくさんタバコを吸いました。若い時。結構若い時。まあ、これはちょっと言えないですけど、まあ、結構若い時、タバコを吸ってました。そして25歳の時、僕はロンドンにいました。ロンドンでタバコをやめました。タバコをやめた理由は、まあ、タバコをやめたかったし、ね、健康に悪いですからね、タバコをやめたかったし、あと、寒かったんですね。ロンドンに僕と奥さんが行ったのが多分秋でしたね。10月11月ぐらいだったかな。そしてすぐに、冬が来ました。その時アパートに住んでましたね。で、フラットと言いますね。フラットに住んでて、部屋の中ではタバコを吸ってはいけないフラットだったので、外に出なければいけない。そして寒いんですね。寒いのに毎日夜例えば BBC のテレビを見てるでしょ。奥さんと見てて、ああタバコを吸いたいと思って外に出て寒い、そうやってねタバコを吸うのが嫌でした。嫌になった。でタバコをやめようと思いました。禁煙しよう。禁煙と言いますね。タバコをやめることを禁煙。もう禁煙しようと思って、僕にはアイデアがありました。そのアイデアは、リンゴを食べる。ね、タバコを吸いたくなったら、リンゴを一つ食べる、ね。そういう方法を思いつきました。なぜかというと、例えば、晩ご飯を食べた後、夜ご飯ですね、夕ご飯、晩ご飯を食べた後に、ああタバコを吸いたいと思いますね。そしてリンゴを一つ食べます、ね、そうすると、大体リンゴを食べるのが、タバコを一本吸うのと同じぐらいの時間ですよね。多分2分3分、それぐらい。ゆっくりタバコを吸うのと普通にリンゴを食べるのは同じぐらいの速さで、リンゴを食べ終わった時にはタバコを吸わなくていいかなというふうになる。またタバコが吸いたくなったらまたリンゴを食べる。その時は多分1日5個ぐらいリンゴを食べてましたね。僕は毎日リンゴを食べてとても健康になりました、ね、風邪もひかない。素晴らしかったですね。そして今40歳だから15年間タバコを吸っていません。いいことですね。はい、皆さん、またアスタルエゴ、またね。